教室は刺し子の魅力をより多くの人に知ってもらうとともに、後継者の育成を兼ねて市が年に2回のペースで実施しているものです。今年度1回目の開催となった制作教室は、初心者や中級者を対象に今月17日から3日間の日程で行われました。最終日となった今月24日には、30代から80代までの12人が参加しました。刺し子は布地を丈夫にするため、丹念に縫い目を入れたのが始まりとされています。主に農作業の仕事着に活用されていましたが、そのデザインの素朴さや温かさが魅力で、現在は小物入れや敷物なども作られています。教室では、市内で長年刺し子製作を行っている山形久美子さんによって、麻の葉や鞘形、尻尾つなぎなど、さまざまな模様作りが紹介されました。参加した人たちは、時間を忘れ、一針一針丁寧に縫い目を拾いながら、形を作り上げていました。刺し子を結構縫えばいいだけだと思ったけど、そうでもない。ちゃんと計算して針目揃えないとって。はい、難しいですか？大変です。一針一針。はい。揃えるのがね、先生は自分の針目って最初言ったけど、そんなもんじゃないっていうことを自覚しました。刺し子は自分で好きでやってたんですけど、でも実際ちゃんと習ってみると針目とかね、すごい気になるところが出てきて、はい、難しく感じたんですけど、でもこう縫ってる間の無心になる感じはすごい楽しかったです。今回はね、だからこれ巾着っていうかトートバッグ2つできます今日。あ、今日で、うん、やっぱり継いでくれる人がいればありがたいんじゃないですか。皆さん楽しんでやってらして、でこう集中するときは集中してこう黙々とやってらして、とても嬉しいなと思っています。今回参加してくださった方々にまた参加してもらいたいっていうのもありますし、今度12月にもまた開催する予定がありますので、少しでも興味を持った方は教室に参加してくだされば嬉しいなと思います。市観光振興課の職員によりますと、今後も新たに参加者を募集し、刺し子の魅力を広めていくということです。次回の刺し子制作教室は12月に開催される予定です。